クラーク・ゲーブルとクローデット、コルベールメディアを再生する予告編ある夜の出来事は1934年のアメリカ合衆国のスクリューボールコメディ映画であるコロンビア映画制作白黒映画戦前の米国映画はボーイ・ミーツ・ガールという典型的な法則に支配されていたつまり一人の青年が一人の少女に会うそして恋に落ちるそこへ ごたごたが起きて二人の仲はピンチになるが、その危機は克服され、二人はめでたく結ばれる。というハッピーエンドで、特に軽い作品には、時々見ることができる。この、ある夜の出来事ではこの土台の上に、いろいろな思考を凝らして、巧みな話術で展開した作品である。おしゃれなセリフ、キビキビした物語展開に、キャプラの弾むような演出のどれもが光る作品である。 トーキー5年目にしてキャプラはトーキーを完全にマスターし、誰よりも鮮やかなストーリーテラーとしての才能を全開させている。アカデミー賞では主要5部門でノミネートされ、5部門とも受賞した。ちなみに、この5部門、原作は当時の売れっ子作家サミュエル・ホプキンス・アダムズが雑誌コスモポリタン8月号に載せた小説ヤコーバスをコロンビアピクチャーズが500ドルで映画家権を取得。 名脚本家で、キャプラの良き相棒でもあった、ロバート・リスキンがシナリオを書いた。監督のキャプラと脚本家のリスキンは、1日だけの祝女が完成するとすぐにこの作品の映画化に取り掛かるが、当時はバスを綴った映画が何本か、工業的に失敗に終わっていたため、彼らはタイトルをある夜の出来事に変えたという、契約を結んでいる、専属のスターがほとんどいない、 小さな映画会社だったコロンビアは会社の方針として必要に応じてギャラの高い有名俳優を借りることにしていた。当初キャプラがある夜の出来事に MGM のスターロバート・モンゴメリーとマーナロイを主役として起用したいと望んだためコロンビアのハリー・コーンは MGM のボスであるルイス・ビー・メイヤーに脚本を送付。二人とも出演に応じられなかったがメイヤーはその代わりに MGM の看板俳優、クラーク・ゲーブルを出演させると断言し、コーンを驚かせた。実は、契約金の引上げを要求していたゲーブルは、肥料で仕事ができないと言って病院に入院していたが、メイヤーは、ゲーブルの策略を見抜いており、お仕置きとして、ゲーブルの貸し出しの手はずを整えた背景があった。新聞記者、ピーター・ウォーン役に、ゲーブルが決定すると、キャプラは、 メリー役のキャスティングに取り掛かったが、ミリアム・ホープキンス、マーガレット・サラバン、コンスタンス・ベネットなどに打診するも断られたキャプラは、パラマウントのスター女優、クローネット・コルベールに出演を打診したが、彼女も金持ちの娘役を演じたがらなかった。しかし、コルベールは、ノーという代わりに、絶対に聞き入れないだろうと踏んで、ある申し出をした。それは、 撮影期間は4週間で出演料は5万ドルという条件を提示したのである。そして驚いたことに、コーンはこのコレベールの無茶苦茶とも言える条件を飲んだという。不豪の例状エリーはプレイボーイの飛行士ウェストリーとの結婚を父親に反対されていた。無国旗の強い娘にゴを煮やした父親、アンドリュースはエリーを会場に浮かぶヨットに監禁してしまう。 そのやり方に、いよいよ反発したエリーはヨットから海へとダイブし、脱出に成功、マイアミからニューヨークに向かう夜行バスに乗り込んだ。そこに乗り合わせたのが、上司と馬が合わず失業中の新聞記者ピーター。ほんの些細な勘違いから二人は座席を争って、大喧嘩、互いの第一印象は最悪であった。エリーが、ゴシップランを賑わせている令状だと気づいたピーターは、 スクープを狙うが、二人を乗せたバスは、大雨で立ち往生。エリーとピーターは乏しい持ち金をやりくりして、新婚夫婦と偽って、安宿の一室に泊まることになる羽目に。女の低操と男のメンツを保つために、ピーターは、部屋の真ん中にロープを張り毛布をかけて、ジェリコの壁と呼ぶ。所持金も少なくなり、乗客の中には、エリーの正体に気づいてよからぬ企みをする者も、 現れたので、二人はバスを降りて、ヒッチハイクをしながら、ニューヨークを目指すことに、苦楽を共にしながら、お互いに惹かれ、会うが意地を張って素直になれない。ようやく、ニューヨーク近郊のモーテルまでたどり着いた夜、エリーはピーターに恋心を打ち明ける。だがピーターは、無一文で彼女と結婚するわけにはいかないと思い、夜中にエリーを残して一人モーテルを出た。 二人の旅行機を新聞社に売って資金にするためだったのだが、翌朝目覚めたエリーは彼に捨てられたと早が転し、父親に連絡を取った。エリーは半ば自暴自棄でウェストリーと結婚することになり、その知らせを聞いたピーターは憤き通る。結婚式の当日、ピーターはアンドリウスの元を訪ねて、今回の陳道中のわずかばかりの経費を請求する。その態度を気に入ったアンドリースは、 ピーターが本心ではエリーを愛していることを問い出す。そして娘のエリーにも結婚への迷いとピーターへの愛情を自覚させるのだった。父親の助言を受けたエリーはバージンロードの途中で逃げ出してピーターの元へと向かう。満足顔のアンドリュースはウェストリーに医者料を払い結婚を白紙に戻した。モーテルでの新婚書やエリーとピーターを隔てていた。 ジェリコの壁はめでたく下ろされたのであった。カッコ内は日本語吹き替え受賞アカデミー、作品賞アカデミー監督賞、フランク・キャプラー・アカデミー主演団優賞、クラーク・ゲーブル・アカデミー主演女優賞、クローデット・コルベール・アカデミー脚色賞、ロバート・リスキン。ありがとうございます。